卑弥呼、卑弥呼、ヒ青年不明242年から248年は、義シワ神殿等の中国の司書に記されている和国の王、女王、邪馬台国に遠を置いていたとされる。風号は、親際王。義シワ神殿によると卑弥呼は、邪馬台国に居住し、女王のところと、軌道で衆を惑わしていたという、こと軌道、脳惑衆。 この軌道や枠の意味には、諸説あり正確な内容は不明だが、義手は神殿で、長尺骨、しかも占い、も、占い吉祥、骨を焼き、割れ目を見て、吉祥を占うとあるように牧地創翼をよく行う巫女、シャーマンであった可能性が高い。ただし、中国の司書には、黎明期の中国道教のことを軌道と記している、例もある。 福岡県に糸島の平原遺跡から、八田の鏡と同じ直径の大型内向下門郷5枚を、はじめ、大量の玉類や装進具が出土していることから、原田第六は、被装者は太陽神を崇める巫女であったとしたが、義式神殿における糸国の重要な役割から、卑巫女は糸国につながる系統の巫女であった可能性がある。すでに年長代であり、夫はいない。 年位長代、むおっとむこ、弟がいて、彼女を助けていたとの伝承がある、国を定左時刻。王となってから後は、彼女を見た者は少なく、じため、王以来、小有美者、ただ一人の男子だけが飲食を給仕するとともに、彼女の元に出入りをしていた、ただ遊男子一人、旧飲食、電磁出入。休室は、廊下や上作を厳しく設けていた、初 老漢、上作言説。卑弥呼が死亡した時には、和人は、直径百余歩み、この時代の中国の百歩は、日本の二百歩に相当するもある、大きな塚を作り、土肥百余人を純創したとされている、ひいよいよこも、地、大作塚、計百余り歩み、純創者土肥百余人。塚の大きさが直径で記されているところから、円粉内し、 それに近い形状であったと考えられる。三国史、三国史の末期四義書四三小提起、第四には、生死四年に、冬十二月和国女王妃いおいを古兼し、奉兼とある。以下の三つの中国生死にも記事はあるが、いずれも和国の歴史を振り返るという文脈での記述であり、資料としての価値はない。三国史義書等遺伝、五漢書の、通称山都伝、 五漢書統遺伝、随書の通称和国伝、随書末期八十一列伝、第四十六遠遺山和国、両書書遺伝、三国式白木本義では表記は、ひいよいよこ、三国式書定記では、ひいよいよこと表記されている。一説には、中華思想により、他国の地名、人名には別字を使っているために、このような表記となっている。また他の一説には、 古代日本語を聞いた当時のものが、それに最も近い自国語の発音を当てたために、また中国から見て単にが愛来語であることを表す目印として、戦闘の文字を特別なものとしていというものがある。これは現代日本語でのカタカナの使用や英語での固有名詞の表記、ドイツ語での名詞の表記に似た方法である。現代日本語では一般にヒミコと呼称されているが、 当時の正確な発音は不明。など諸説あるが、その多くが太陽信仰との関連した名前であるとする。一方、中国語発音を考慮する、コニコという発音はないと、当時の中国が異民族の音を記すとき、コは、語を表す例があり、郷土語の記述例など、卑弥呼は、ピミウオだったのではないかとする説もある。今のところ、卑弥呼の発音に関して、 日本側の古事記表記の姫子を、b b a h u 姫子を、B-My-H-U 以外には類似する名称は存在しない。ただし、弥生時代の日本語の発音及び当時の中国語の音社の法則については説が確立していないとする説も存在する。義式和人伝では、姫子の死の前後に関心以下のように記述されている。この記述は247年。 聖書八年に山大国からの使いが、船国との紛争を報告したことに発する一連の記述である。卑弥呼の死については年の記載はなく、その後も年の記載がないまま、一年に起こったとは考えにくい量の記述があるため、複数年にわたる記述である。可能性が高いが、卑弥呼の死が二百四十七年か二百四十八年か、あるいはさらに後かについてはが分かれている。 また二百四十七年、聖史八年の記述は、二百四十年、聖史元年に、はしご春が来てから、以降の和の出来事を伝えたものとすれば、卑弥呼の死も二百四十年から二四十六年、頃に起きた可能性が高い。石の訓読についても小説ある。通説では、意に深い意味はないとするか、死するをもってつまり、死んだので墓が作られた、あるいは、すでに死すと読み、 直前に書かれている、拝みをくなしめためげきつげの、なしめが、少書、行動を受け取り劇で告有したの時点でひみこはすでに、死んでいた、と解釈する。この場合、死因は不明である。一方、よって死すつまり、だから死んだと読んだ場合、この前に書かれている、ひみこことの負は、くなこくとの紛争もしくは、なしめの告有が、死の原因ということになる。そのために、 ク名国の男子王の卑弥呼子に卑弥呼は殺されたと考える説もある。天文学者の斉藤国春は248年9月5日朝日本時間世界時では9月4日に北部九州で回帰日食が起こったことを求めこれが卑弥呼の死に関係すると唱えた。さらに吉高明と安本美天は四十七年三月十四日夕方にも 北部九州で、回帰日食が起こったことを指摘し、247年の日食が原因で魔力が衰えたと卑弥呼が殺され、248年の日食が原因で岩王に変わり、伊予が即位したと唱えた。これらの説は、山大国北九州説や卑弥呼、アマテラス大臣説と密接に結びついている、ただし不可分ではない。しかし現在の正確な計算によると、 海域日食は日本付近において247年の日食が朝鮮半島南岸から津島付近まで248年の日食が沖付近より能登半島から福島へ抜ける地域で観測されたと考えら、いずれの日食も山大,大国の主要な否定地である九州本島や機内の全域でかける率は大きいが部分日食であり部分日食は 必ずしも稀な現象ではないことから、日食と卑弥呼の死の関連性は疑問視されている。卑弥呼は、計1余4の墓に葬られたとする。この墓がどこにあるかは、様々な説がある。一歩、借鑑法の単位については、州大では、約1.35メートル、旗、関大では、約1.38メートル、義大では、約1.44メートルと言われ墓の小道は、 約144メートルとなるが、皇帝の表記から、義手は人殿が、探査等を採用している、可能性が高いので一歩は0.3メートル、墓の小道は30メートル前後と考えられる。ギアラクロー軍の有力者の墓の小道は、ほとんどが30メートル前後の円墳もしくは、豊墳であることから、卑弥呼の墓は、径が約30メートルの円墳ないし、それに近い形状で、 定型的な前方後円墳ではないと考えられる。卑弥呼の死んだ時期は、弥生時代から古墳時代への移行期にあたる。山大国が機内にあるとすれば、卑弥呼の墓は古墳の可能性があり、橋墓古墳、宮内庁指定では山和ととひももそ姫命母に否定するがある。四国説では、徳島市国府町にある八宗姫神社を、九州説では、平原遺跡や九州最大。 最古級の石塚山古墳、久留米の祇園山古墳などを、卑弥呼の墓とする説がある。儀主では、純僧者は土岐百余人と記述されており、卑弥呼の墓は、古墳に、埴輪が導入される以前だった考えられる。日本初期水人記には、呑みのクネがひばす姫命の両母へ純子を埋める、代わりに土で作った人馬を建てることを提案したとあり、これを、埴輪の起源とするためである。 山大国紀内説の奈良県桜井市の橋墓古墳を、卑墓の墓とする説があるが、橋墓古墳の公園部は、約150メートルの巨大な前方公園墳であり、儀式和人伝による規模と形状が異なる。築造年代は3世紀第3四半期頃であるとの説があるが、卑墓の死去が3世紀中期なので時期的に矛盾する。九州にある、 石塚山古墳については、築造時期が3世紀中頃、古墳時代開始時期、4世紀初頭と一致するが、前方公園墳で、長は120メートルから130メートル前後と、規模と形状が、儀式和人伝の記載と異なる。平原遺跡については、古墳時代以前、弥生時代後期から、晩期の5つの墳丘墓がある遺跡である。一号墓からは、 直径4 6 5トル、円周が 46.5×3.14 イコール1 4 6 0 1トル、大型内向家紋鏡が出土しているが、原田第六は、山東県の三種の神器の一つ、八鷹鏡と同じ大きさであることから、その起源であると主張している。あたは、円周の単位で、約0.8尺である。計1尺の円の円周を4。 あったとしていたので、八鷹神は直径2尺46センチメートル前後の円鏡という子になる。ゴ鎮座電気では、八鷹神の形は、矢頭花咲八葉型なりと記載されており、大型内向下門鏡と一致する。ただし、墳墓の規模は、儀式和神殿の記載より小さく、また周囲には多人数の純僧の墳墓が見つかっていない。 ギオニアマ古墳は築造時期が三世紀中期と考えられ、形状や規模が一致し、石棺はあるが核がないこと、石棺に種が塗られていること、周囲に数十名分の純僧と見られる墓があること、周囲の亀管から五管狂犬や大型がまが玉などの豪華な送信具が出土していること、G1 母からは鉄製の武器や農機具が出土していること、 などが、義式和人伝の記載とよく一致するが、石室の副総品が洞窟のためほとんどが、失われており、わずかに、甲羅大社に出土品と伝えられる、三角園新十教、三十三方角、十分大中座、天皇実月実月があるのみである。卑弥呼が、古事記や、日本書紀に書かれている、山東県の誰にあたるかが、江戸時代から議論されているが、そもそも、 山和王権の誰かであるという確証もなく、別の王朝だった可能性もある。また一方、北氏、随所における和国についての記述で、京、東山隊、乗りぎっしょ大山者なり、とは、山大,大にあるが、義氏に則っとれば、いわゆる山大,大者である。とあり、基本的には連続性のある、山和王権の誰かであるだろうとして、日本初期の編纂時から推定がなされている。 中国の師書に残るほどの人物であれば、日本でも特別の存在として記憶に残るはずで、日本の師書でこれに匹敵する人物は、アマテラス大神しかないとする説。白鳥倉吉、和辻哲郎らに始まる。卑弥呼イコールは赤石,石百重ね姫命イコール、アマテラス大臣の説もある。しかし、日本初期の神宮皇后期においては、 義師は神殿の中の卑弥呼に関する記事を引用しており、卑弥呼と神宮皇后が同時代の人物と記述している。また、九だの王は古妙、234から286、その子の攻め、慶応、青年未章298年などの部分はほぼ日本初期の記述通りである。また卑弥呼が義の国に対して軍の派遣を要請した行為は、 国家反逆罪に問われるものであり、そのために日本書紀では詳細が記述されなかったと考える説も存在する。アマテラスの別名は大目鷹、大昼ヒルメタカ、のームチであり、この、昼目のるは、女子の、ののこうで、日の女となる。意味は太陽に使える、巫女のことであり、卑弥呼、卑弥呼と符号するとする。 卑弥呼の没したとされる近辺に247年3月24日と248年9月5日の2回、北部九州で回帰日食が起きた可能性があることが天文学上の計算より明らかになっており、ヤマトでも日食は観測されたが、北州ほどはっきりとは見られなかったとされる、危機神話に見る天岩戸に天テラスが隠れたという記事、 岩戸隠れに相当するのではないかという見解もある。ただし、過去の日食を算定した従来の天文学的計算が正しい答えを導いていたかについては近年異論も提出されている。安本美天は天皇の平均在位年数などから推定すると、卑弥呼が生きていた時代とアマテラスが生きていた時代が重なるという。また卑弥呼には、 弟がおり人々に託戦を伝える役を担っていたが、アマテラスにも弟スサノオがおり共通点が見出せるとしている。一方スサノオ、をアマテラスとの確執から、山大国と敵対していたクナ国王に否定する説もある。ギシワ人伝には卑弥呼が死去した後、弾王が立ったが収まらず、一致ともが女王になってようやく収まったとある。この卑弥呼の後継者である。 一与え、うつともは、アマテラスの息子、雨の押しシ耳ミの日なったヨロズハタというアキツシ姫、メ、ヨロズハタトヨアキツシのに否定できるとする。つまり、卑弥呼の死後男子の王、息子かが即位したが収まらず、その日が中継ぎとして即位したと考えられる。これは、後の大和王権で女性が即位するときと同じ状況である。ちなみに、ヨロズハタというアキツシ姫は、 伊勢神宮の内宮の三神の一柱であり、もう一柱は、天テラス。単なる息子の日では考えられないほどの行為の神で、ある。安本美天は、卑弥呼が天テラスだとすれば、山大国は、天根、日本初期、または、高間ヶ原、古事記ということになり、九州にあった、山大国が後に、義内へ移動して、山王権になったとる、山大国と戦説。 それを伝えたのが、危機の人務統制であるとしている。この説の致命的な問題点は、ということである。百歩譲って、弥生末期の歴史が、なぜが、高等無形な神話に変形して伝承されたのだと、仮定しても、以下のような難点がある。第一に、アマテラス大臣の神話を歴史と見る以上、アマテラス大臣とヤマト朝廷をつなぐ神話をも、歴史と見ざるを得なくなるため、 人武統制伝承を、山大国の九州から大和への当選を伝えたものだとする論者が必ず的に多くなる。しかし九州にあった山大国が当選して、機内に到着したとは限定できず、機内で、卑弥呼女王の山大国や和国連合も創立されたとする説も十分になり立つ。第二に、高素神たる、太陽女神なる関連そのものが、さして古いとは言えない説があり、 事実、随所にあり、日本書紀に記述がない第一回目の遣随史、名前の記述なしの記事には、和国の和王が天を、和王の兄、日を、和王の弟としており、王位天ため兄も日ため弟和王は、日の出前に政治をして、日の出になると、弟に委ねるとして退出していたとあり、もしこれが事実なら、太陽神を天皇の祖先とする危機の伝承と全く噛み合わない、ことになる。 アマテラス大臣という神格は、天武天皇の時代に始まるとする説もある。第三に、アマテラス大臣は本来は、男性の神とする説が、江戸時代からあり、近代になっても、複数の神話学者や、歴史学者らが、拝み説を唱えた。また、昼目を、日の女であるから巫女である、とする説は他に、目を巫女とする要例がなく、根拠に乏しい、津田総吉によれば、 昼目の目は、月読みの、みや渡つみの、みと、同じく心霊を表す言葉であって、女性の意味ではない。水派の目や、岩筒の目などは、みことされた例もない。大昼目たかの字が、説問会時においてみこ、妻の意があるとする説は、説問会時に、同じなりとのみあることから、これも誤りである。開府士官中継図、仙台九字本義終わりし系府に記される。 飛行姫六世孫、うなひ姫命、うなび姫を姫子とする説。この人物は別名を、大山と姫、天蔵姫命、天作る姫みこと、大海霊姫命、大天ひるめ姫のみこと、姫みことともある。この姫命を姫子と翻訳したとする。またこの説では、姫子の後に大位についたとされる代、あたえ、とよう、ケの中で、 ウナヒヒメいのちの二世代後に記される、天まとヨヒメとする。また、ワニケーズでは、ワニ氏の袖に足彦国王し人名の子である、オしヒメいと、ワシカ彦王子人名の母を、このウナヒヒメいとしており、ウナヒヒメいには、配偶者がいたことになる。いずれにしろ、両ケーズの伝承を重んずる限り、ウナヒヒメはほぼ、公安天皇と同世代の人であり、公安天皇は天。 足シヒコ国王子人命の実弟で、うなひヒメと公安天皇は、義理の指弟という関係である。このことから、義士は神伝に出てくる、ヒミコの王とを、公安天皇のことだと解釈することもできる。恒例天皇の王女、ヤマト赤赤百重姫命、ヤマととトヒモモ、ソヒとは、日本初期のヤマとトトトヒモモ命、または、和赤赤姫命、古事記の、 夜朝とうとう母母日比目命。近年、卑弥呼と同一人物として推定される候補の中では、最有力の説となってきている。日本書紀によりは積赤百重ね姫命の墓として、築造したと伝えられる、橋墓古墳は、山大国の都の有力候補地である、薪向遺跡の中にある。同時代の他の古墳に比較して規模が隔絶しており、また、 日本各地に類似した古墳が存在し、出土遺物として、埴輪の姿と考えられる、キビ系の土器が見出せるなど、以後の古墳の標準になったと考えられる、重要な古墳である。東古墳の築造により、古墳時代が開始されたとする向きが多い。この橋墓古墳の公園部の大きさは、直径約160メートルであり、騎士は人間の、ひいよいよ古し子子、ひいよいよこも、 死体作図家計百余予譜という記述に一致している。しかし、計百余0譜とは、儀時代の尺度では40メートル程度であるとの指摘も、ある。日本書期には、和石石碑百重ね姫命についての三輪山の神との、新婚伝説や、前期の橋墓が日成、ひなり、人作、やや観作、日中は人が作り、夜は神が作ったという説話が記述されており、 神秘的な存在として意識されている。また、日本書期では、和赤石,石飛百重ね姫命は、主神天皇に死にを伝える、巫女の役割を果たしたとしており、これも、義子和神伝中の和の女王に王とあり、助、助すけて国を、治む国を定さ時刻という、卑弥呼イコール和赤石,石飛百重ね姫命と、王とイコール主神天皇との関係に類似する。 もっとも、和石石碑百重ね姫命は、主神天皇の親戚にあたるが、姉ではない。そこで、義士和人伝は、主神天皇と百重重姫命との関係を間違って、記述したのだという説、西川十勝などが、提唱が存在する。さらに、義士和人伝の、ひよいよこもってしす。重力純粋する、もの、土比百余人。と、日本初期の、 100重ねという表記の間に何らかの関連性を指摘する向きもある。従来、上記の橋墓古墳の築造年代は、古墳分類からは3世紀末から4世紀初頭とされ、卑弥呼の時代とは合わないとされてきた。しかし、最近、年輪年代学や放射性炭素年代測定による科学的年代推定反映して、古墳時代の開始年代が従来より早められた。 橋墓古墳の築造年代についても、研究者により多少の前後はあるものの卑弥呼の没年、248年頃に近い3世紀の中頃から後半と見る説が際では、一般的になっている。現在では、機内説論者でも、卑弥呼を具体的に危機の登場人物に当てはめようと、する説は、多くないが、危機の登場人物に当てはめる場合には、 和石石碑百重ね姫命とされることが最も多い。文献的にこの説の有利な点は、古事記の法年監視から、朱神天皇法御の母因年については258年と見る説が少なくなく、この場合、卑弥呼は、危機で有う須神天皇と同時代となるということが挙げれる。一方、この説の弱点は、和石石碑百重ね姫命が、 皇族の一人ではあっても、女王と呼べるほどの地位と権威を有していたとは、考えにくいことである。安本美天の批判するところによれば、義手和人伝には、卑弥呼が亡くなって、国中に、争いが起きたと記述があるが、日本初期東亜が国の文献では、百重ね姫命は、天皇の親戚の御子に過ぎず、亡くなって、国中に、争いが起きるほどの重要人物だとは、到底考えられず、 両者を同一人物とするには、矛盾があるとなる。しかし、日本書紀によれば、和赤石比百科壮根姫命が亡くなった後、主人天皇は軍心に、今は背いていた者たちは、ことごとく服した。機内には何もない。ただ、機外の暴れ者たちだけが騒ぎを止めない。四道の将軍たちは今すぐ出発せよという、見事の利を発し、四、道将軍に、 各地方の敵を平定させており、国中に争いが起きたことは確かであって、安本美天の批判は当たらない。危機は、律令国家時代の編さなので、初期の天皇も中華式の王朝として描き、天皇より上の権威を認めなかったが、上述のように、ハシュ古墳を、和赤赤飛百重ね姫命の墓だと仮定したら、主人天皇陵より巨大であって、当時は天皇よりも、 権威を持っていた可能性が高い。しかし、スジン天皇の両母が、アンドン山古墳、または、西戸の塚古墳の可能性が高く、両古墳とも考古学的に4世紀前後であることから、スジン天皇は、古事記の法年間出地のエトラから318年没で4世紀、初頭の人物で、あ、可能性が高くなり、その場合には、スジン地まで生きた、 和石石碑百重ね姫命が卑弥呼である、可能性はなくなる。戦前の代表的な東洋史学者である、内藤古南は、水人天皇の王女山和姫の御とを卑弥呼に、否定した。この説の支持者には、立花の良平、坂田隆などがいるが、和石石碑百重ね姫命の地説と比べると支持者は、極めて少ない。日本初期の神宮皇后期においては、 義師は神伝の中の卑弥呼に関する記事を引用しており、卑弥呼と神宮皇后が同時代の人物と記述している。これを否定する説が井上光貞ほか一部から指摘されている。日本初期の神宮皇后のくだら関係の枕竜王の記述の部分が、卑弥呼よりも120年、漢詩二回り後の時代のものであるために、そのような主がなされている。しかし、くだらの王は巧王。 234から 286, その子の攻め、慶応、青年未百298年などの部分はほぼ、日本初期の記述通りであり、子孫の枕竜王の部分は切り離して考えるべきだ、とる説もある。また、古事記の神宮皇后には江戸を伴った、朝鮮関係の記事はなく、子孫の枕竜王の部分をもって、神宮皇后説を否定することはできない。現在でも、 和赤石比百重ね姫命説ほどではないがそれに、ついで支持者が多い。また、九州説論者でも、神宮皇后説を取る論者が何名もいる。またこの説の場合、九州各地に伝説の残る淀姫が、神宮皇后の妹国うつ姫と同一という、伝承もあることから、稀にこの人物を、大野体に同定する者もいる。 そのアリとして、古田志学の会の代表の小賀達也は淀姫を、伊予であると主張している。これまでの諸説では、多くの場合、神宮皇后の説話を古代日本の女性指導者の姿を描いたものと捉え、起動の語を手がかりに、卑弥呼を巫女として捉えて卑弥呼が、政治的、軍事的指導者であった、農性を否定したり、彼女の言葉を取り継いだという嘔吐が、 実際の政務を取ったと解釈したりしてきたが、吉江明子はそれを批判して、卑弥呼も、また政治的、軍事的な実権を伴った指導者であったする。吉江の論子は、卑弥呼は単に妻子を、司さ手のひらした巫女だっただけでなく、王としての軍事的な実権、政治的な実権を持っていた。弟が政治を担当していたわけではないということで、あって、必ずしも、卑弥呼イコール。 神宮皇后説を主張しているわけではない。ただし、軌道にこと、使えたという卑弥呼が、未皇としての職位が強いのに対して、神宮皇后は単に神がかりしたシャーマンにとどまらず、勇壮な軍事指揮者という別の側面も、同等に強く持っているのは、吉江の主張する通りであるが、儀士による限り卑弥呼は、王としての通常適度の軍事権を持っていただけで、格別に、 神宮皇后のような軍事指揮者としての強い属性があるかどうかは定かでない。元織のりなが、鶴峰重信、中道よらが唱えた説。元織のりなが、鶴峰重信の説は卑弥呼は熊祖が朝廷を宣称したものとする偽新説である。元織のりながは山大国を紀内山と卑弥呼を神宮皇后に否定した上で神宮皇后を偽称する。 もう一人の卑弥呼がいたとした。偽の卑弥呼は、九州南部にいた熊祖の女集長であって、勝手に、本物の卑弥呼、イコール神宮皇后の使いと偽って、ぎっと通行したとした。また、ノリは、日本初期の、熊白巻に見える日野戸畑姫路知事姫命の、日野戸畑姫子知事姫の御子と、あるいは一万畑姫路。 玉寄姫命、よろつ姫子玉寄姫の巫女等の例から、貴人の女性を姫子と呼称することがあり、神宮工業も、同じように、カツ工学姫児、沖永たらし姫の、カズラキ姫子沖永たらし姫、すなわち姫子と、呼ばれたのではないかと憶測している。中道代も、大隅国姫貴を、山大国とし、姫子は、九州の女州であり、 朝廷や神宮皇后とは無関係であるとする。星野悟は荒井白石が山大,大国を筑後国山門軍に否定したのを受けて、山大,大連合国上を卑弥呼とされているのは、山和にいた土雲、土着の豪族の女王殿油つびめ、日本書紀によると神宮皇后に成敗されたの先々代に当たるとした。のりは日本は、 古来から独立を保った国という考えに立っており、義師は人伝の卑弥呼が義朝長考は王に封じられたという記述は到底受け入れられるものではなかった。元織や鶴峰は卑弥呼、伊予のみならず、和の王も熊祖による戦勝としており、これらの考えは古田武彦らの吉田氏学へと引き継がれている。また、古田志学の会員の日野友隆は熊祖岳を卑弥呼と伊予の間の 男王であると主張している。九州王朝説を唱えた古田武彦は、筑語風土記一文に記されている、筑紫君の祖、亀姫、三日より姫が、卑弥呼、卑弥呼のことである可能性が高いと主張している。また、一与え、伊よ、打つともは、中国風の名、がともを名乗った最初の和王であると主張している。ただし、筑語風土記一文の原文からは、 亀井姫がいつ頃の人なのか不明でありその生存年代を伺う術は全くない。歌 NHKE テレ秘密のひみこちゃん2018年。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。